遺跡守衛を3体倒す。ダメだ、難しすぎる。新人イノシシを3匹狩る。おお、君か。こんにちは、サイリン。ああ、それにしかし、それはだが、試験が小さな傷、とにかくすでに冒険者協会。おお、それはよかった。はい、ぜひ。よし、まず旅人が同意してくれるならノエルと一緒に参加し、次にこの中の2つを通過できれば、うん、ほん、あ、星とした。いせ、冒険者たるもの、これから第一問では、タンポポの功労量、いえ、考え方、そうでした、他のとサイリウス様、正解だ。では第二、ある有名な冒険者が、彼が各地に残した経歴をまとめに、その冒険者についても、そうでした、確か、正解。最後の一問は、そこは怪人の海、正解だ。だが、しっかり準備。では今から、はい、課題、常に腹を満たし、だから二つ目、一つ、二つ、三つ、心を熱くする、財津先輩、何、ステーキですか。確かに緊急事態の時に獣肉さえあれば調味料なしで作れます。では準備ができたら料理をサイリス様にお届けしましょう。途中で何かもっといい案を思いつきましたら再度検討してみましょう。試験の時はあまり焦ってはいけません。お、準備できたのか。急がず、もう少し準備してもいいんだぞ。ステーキ、やはりそれこそ冒険者の選択。シンプルな材料、豊富なエネルギー、そして一番重要なのが、火にかけて焼くだけ。緊急時でないときはしっかり味付けをすることでより美味しくなる。柔らかな歯ごたえ、そしてあふれる肉汁、酒と一緒に食べるとさらにいい。そうなのですか。サイリス様がお好きなら、私もう何皿か作ってきます。ははそんなわけないだろう。ノエルの代わりに俺がお祝いをしてやろうと思っただけだ。二つ目の試験通過、おめでとう。ではこれから最後の試験だ。しっかり準備して名官峡谷に来てくれ。星と深淵を目指せ。あ、はい。よし、凶悪な魔物、これが最終試験。俺はここで、はい、かな。
よ。はい、次こそ。違う、戻ってきたか。その様子だと、この3つの試験、君たちにとっては楽勝だったようだな。では、冒険者協会入会試験の結果を発表する。満点合格だ。さすがノエルだな。これも全て、栄誉騎士様がそばにいらしてくれたおかげです。ではこれから、正式な冒険者の身分をノエルに授与する。これからも積極的に冒険し、勇敢に立ち向かってくれ。星と深淵を目指せ。しかし、まさかノエルがやっと冒険者協会に入ってくれるとはな。え？サイリス様、すみません、実は私。なーに、そうかしこまるな。会長と呼んでくれ、冒険者よ。すみません、冒険者協会に入るつもりはありません。ただ試験に参加して雰囲気を体験しようと。この先に控えるセピロス騎士団の騎士選抜のために。え、そんな、どうしてこんなことに。もうおすすめの冒険団も考えておいたのに。なあノエル、もう少し考えてはくれないか。別にずっと冒険者でなくてもいいんだ。たまに手伝いに来るだけでいい。そう、騎士団の試験を受けるまでの準備の一環として考えるってのはどうだ。ほら、冒険者がやる業務の中には騎士団のと似たようなものが多いだろう。すべては問答を守るためさ。準備、問答を守る。そうだ、時間はそんなに取らない。毎日4つの依頼だけで。4つの依頼、休憩時間から少し時間を割けば。無意識のうちに同意してしまいそうでした。サイリス様、申し訳ございません。やはり私は。お願いだノエル、手伝ってくれ。手伝いが必要でしたら。はい、すみませんサイリス様、また次の機会にお話ししましょう。